昔黒たちは、鈴木木昔黒たちアモクにところ属する魚類の一種。水深100から900メートルを下る生活範囲とする深海魚である。昔黒たちアモクに含まれる魚類は本種のみで、昔黒たちか昔黒たち族はいずれも単型となっている。昔黒たちは、比較的稀な魚類で、太平洋、インド洋、大西洋の熱帯。 亜熱帯域の深海に広く分布する一方、太平洋東部と大西洋南東部からは最終記録がない。主な生息深度は100から900メートルで海底から離れて生活する中層遊泳性の深海魚である。体は左右に平たく側平たし、大きな目を持つなど外部形態はクロタチカマスカと類似する。体色は暗化色で、 全長30センチメートル程度にまで成長する。昔黒たちは上顎が下顎よりもやや長く前に突き出すことができること、災害骨、全災害骨がギザギザの巨子状となっていることで区別される。口は大きく、鋭い牙状の剣歯を備える。浮き袋は弾力性のある壁に覆われ、制御では衰退の開口部に収まる。側線は背びれの直下を走行する。 背びれは12本の棘状と14から16本の軟状で構成される。胸びれは長く発達し、先端は肛門の位置にまで達する。尻びれの棘状は2から3本、軟状は16から18本。椎骨は30個で、制御では5から12番目の横突起が排放及び、速報に拡張し、腹側に開口部を有する。 昔黒立ちアモクは一家一族一種の人絵型で、昔黒たちが唯一の構成種である。本種の一般的形態は、サバアモク、クロタチカマスカに類似するが、鈴木アモク、サバアモクの両方の特徴を合わせ持つことから、独立のアモクとして分類されている。一方、分岐学的な解析に基づき、本種をパメイトマス族の姉妹群として位置づける見解もある。 ありがとうございます。